弟と一緒に、だからもう本当に漫画家に二人でなるっていう。漫画が大好きだった兄弟が夢を叶えるため二人でプロ漫画家を目指すプロジェクト、その夢が今夜ついに叶った。芸人宮下草薙の宮下健翔原作、弟シグマ作画の漫画潜入勇者がついに完成し、小学館の漫画アプリサンデーウェブリにて一挙掲載スタート。ついに完成しました。2年ぐらい。そうですね、長かったですね。そう思うと、いや、やっぱ2年かかんのかもね。今回はその完成原稿の一部を音声付きで公開。もうね、本当にもうね、申し訳ないんだけど、3話目を振りにしたら、もう連載終わるんだろう。そうなんだよね、次の連載ないんだ。で、序盤3話で捕まないと漫画家は終わるんですよ。絵なんて何でもいいんですよ、本当に。極論言えば作画っていう仕事しておきながらなんなんですけど、絵なんか誰が描いても成立するんですよ、成立するだけならね。で、そこで大事なのって、この人じゃなきゃ、あなたじゃなきゃダメなんですっていう風に、代わりはいないんですっていう技だったり、なんか癖だったりっていうのを提供しないと飽きられるというか、じゃあ俺に求められてるのって何なのかなみたいな感じのところでやってるかなっていう気がしますね。言われましたわ、うん、あの、しかも SNS とかね、特にテレビのこういうような番組で、はい、あの見られているわけだから、ロケットの打ち上がっていくときに鎖がいっぱいそれにと絡みつくのよ、ガシャガシャって、はいはい、だけどそれいちいち対応して、よし、それを一つ一つ反省材料にしようねとか、そんなことよりも今は星を見ようぜ。そうなんです。もう早くなんかいろんな人に読んでほしい。なんと連載第1話の原稿届いてるそうですよ。いやー、来た、やったー、早く見たい。ついに。ではでは皆さん一緒に見ましょう、はい、人として終わる覚悟はできたか、勇者アルス。人類、魔物、世界、全てを欺き内部から破壊しろ。それが人類を救うための唯一の手段だ。新人、今や残り5人となった魔王の中で最もイージーと言われている魔王だ。潜入勇者の研修にはもってこいだろう。緊張しているのか。ええ、それなりに。なんせ潜入勇者としては初めてですから。今まで何人の魔王を潜入して葬ったんですか。自慢するわけではないが3人だ。すごい、じゃあ楽勝ですね。それでも相手は過去最強と謳われた魔王ジゴシンスキーの息子だ。油断するな。了解です。しっかりと私の仕事を見て、潜入勇者に必要なこと、その全てを頭と体に叩き込め。行くぞ新人。はい。ここだ。こんな簡単に魔王の部屋の前まで来れるんですね。真っ向から行けば戦闘は避けられないからな。潜入勇者ほど効率のいい殺し方はない。え？よかった、めっちゃ強そうじゃん君たち。いやー、みんな出て行っちゃったりして、すごく魔物手不足だったんだ。やっ、いった、また同じとこすりむいちゃった。かさぶた作り直しだ。いや、いくらなんでもイージーすぎるだろ、ベクシンスキー。殺しましょう。あー、ダメダメ、無駄な摂取は絶対ダメ。あ、ごめん。もし君たちが殺しを目的として部下になってくれたなら、他の城に行ってもらった方がいいと思う。我々下の魔物はそのためにいます。それ以外僕らに何をやると言うんですか。仲良くなってほしいんだ、僕とも人間とも。え、構いませんよ。そしてこの後、
心優しき魔王の城に勇者が襲来。やめて、命だけは勘弁を。主人公クルス、巻き起こる葛藤。この人は絶対に殺しちゃダメな人だ。そして始まる主人公と先輩勇者の仲間割れ。この続きはサンデーウェブリの潜入勇者をご確認ください。お沙汰しております。はい、お願いします。まず第一印象として、あの絵がうまいなっていうのを思いました。すごく高いクオリティで描くことができていたので、まあ、僕らの見てないところで努力してくださったんだろうなっていうのを原稿を見て感じましたし、熱意が伝わってきて好感度の高い原稿だなというふうに思いました。まあ、一番難しいと言っても過言ではないジャンルだと思うので、まあそのお兄さんが用意したものを弟が頑張るっていうのは、その関係性みたいなものは、まあ作品には関係ないですけど、僕はエモいなとは。まあその単純な画力っていう面で言うと、もう一段階、もう二段階上の画力っていうのを身につける必要があるなというふうに思いました。まあ画面っていうんですけど、その画面の、まあ、読みやすさっていうものに気を使わないと、なかなか見づらい画面になってしまうのがファンタジーっていう漫画のこう弱点なので、今後経験を重ねていく中で、まあどんどん改善していってほしいなというふうに思います。まあ短い間でしたけど、こう、はい、お二人と漫画制作をやらせてもらう中で思ったのは、僕の編集者の話をきちっと聞いてくださって、それを柔軟にこう受け入れて作品に反映する、まあ、柔軟な脳みそをお持ちだなというふうに感じたので、ぜひ今後も創作活動を続けていただいて、晴れて連載をするっていう日が来るのを期待してますし、ぜひ僕にその際担当させてもらえるとすごく嬉しいなというふうに思います。はい、頑張ってください。この漫画が熱い、うん、今回のテーマは主人公を食った脇役キャラについて語ろう。はあ、私ちびまる子ちゃん1週間に1回ぐらい卑屈になっちゃう日があるんですよ。はい、なんかスパン短いね。確かにそうですね、1週間に1回じゃ短いか、うん、もうちょっとあるかな、うん、なんかなんか本当にそうかなみたいな、うん、なんか長澤くんが私の中に出てくる時が、うん、あるんですよ、うん、なんかこの前本当に朝からもう仕事現場行く前にコーヒー屋さんに寄って、すっごい爽やかなお兄さんが、うん、いい一日よって言ってくれたんですけど、はあ、朝からすごいなんか陽の気を押し付けてきますね。なんかそんなめちゃくちゃ嫌なやつじゃん。本当にびっくりしちゃう。ひねくれてんじゃん。そうなんですよ。でしかも現場ですごい、私なんかキティちゃんのブランドとコラボしたなんかポーチみたいなのを下げてたんですけど、うん、それ可愛いですねって言ってくださって、スタッフさんが、うん、普通に喜べばいいのに、うん、いい年してこんなのつけててすいませんねみたいな感じの嫌なこと言っちゃって、なんかね時々私の中の長澤くんがね、うん、うずくんですよ。出ちゃってんね。出てくるんですよ長澤くんな。そうなんだよね、長澤くんってちょっと変わったよ。でも変わりました。昔の長澤くんの方が嫌なやつだったね。普通に嫌なやつだったよ。長澤くんの家燃えたエピソード、はい、今のちびまる子ちゃんじゃ出てこないじゃないですか。はい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 、家全焼してるんですよ。そう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 、うん、家燃えてからなんか卑屈になっちゃったみたいな。そうありますよね。一回ね、七夕の話があったんだよ、ちびまる子ちゃんで。はい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 、三松屋が七夕に空き地で上映会をやるみたいな、うん、映画の、はい、うん、それが、まあ、まず一番最初に新ナーはやめようとかいうなんかだいぶ昔の話ですよ、ね、うん、なんか道徳のムービーが流れて、はいはい、でなんかこうすごい時代だな。雄一っていう、まあ、高校生の息子とお母さんが、はいはい、雄一が新ナーやってて、
あのお母さんが泣きながら「ゆういち改心しておくれ」って言って、うん、もうこういう家庭になってしまいますよみたいな。ああなるほど。で子供たちがそのそう出てきた診断はやめよう。本当だ、本当にこんなのあるんだ。でそれをゆういちっての子供たちがなんか真似しだしちゃって見まつやが切れて、うん、もうちゃんと見なさいみたいな感じになるわけ。面白くなっちゃってる、うん、でその後三松屋が作ったなんか町内の紹介のビデオが流れんの、はい、うん、でそれをみんななんか見させられてるんで、これ何見させられてんだろうってなるわけ、うん、はいはい、で、最後にその回ではお菓子が配られるの、みんなそれ目当てに来てたんだけど、はい、そのお菓子を配るのに地域の大人が借り出されてて、でまるちゃんのお父さんが、ね、お父さん、はい、こう借り出されて子供たちにお菓子を渡してたのね、はい、でそれを長澤くんが、あ、さくらのお父さんだって気づいて、まる、うんうん、ちゃんとまるちゃんのお姉ちゃんはなんか書いてたんだけど、はい、まあなんかこれもらえたからいいかみたいな、うん、そしたら長澤くんが後ろからダダダって走ってくれ、さくらって言って、はい、うん、ちょっとさ、これ親父に言っといてくれよって言って、あんなしょうもない映像を見さすぐらいだったらやめてくれって言っといてくれよってなんか吐き捨てるの言って、じゃあなとか言って帰るの、はい、でそのまるちゃんとお姉ちゃんが、うん、すくげんなりして、うん、はぁ、あ、みたいな怖いそうなりながらも、うん、その父、ひろしのこの映像になると、うん、なんか汗流しながら子供たちにお菓子を配ってるっていうので終わるんだけど、何その長澤くん本当にただの文句言ってたやつです、ね、昔は長澤くんただただ嫌なやつだったんだよね。うん、なんか今見てる印象だと、うん、何でしょう、まあ長澤くんの言うことも一理あるなみたいな感じですよね。そう、正義を、はいはい、結構正論言ってるあるんだけど、うん、昔の長澤くんはただただ卑屈ですごい嫌なことを言うやつだったんだね。そうなんだ、へえ、もうシンナーはやめよう、面白すぎるな。そう、テンって前誰かが紹介したのね。はいはいはい、うん、マージャン漫画ですか。そう、マージャン漫画、はいはいはい、に出てきた赤木はい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 、はそのもう天を食っちゃって赤木の漫画になったんだ、うん、そうだそうだ言ってましたね、うん、でも赤木は知ってたんだよ。俺は赤木の中で鷲津岩尾っていう敵キャラがもう出てきて、もうほとんどそいつと戦ってんだけど、はい、鷲津だいぶね、赤木を食ってたよね。確かに、うん、鷲津は鷲津マージャンって負けると点数の分血を抜かれるっていうマージャンをやるんだけど、はいはい、そのね、鷲津がこの血を抜かれて朦朧として最終的にもうバタンって倒れちゃう時があるのよ、うんうんうん、その時に一回死ぬのよ。で、はい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 、鷲津自体が死んで地獄に行って地獄の鬼と戦うみたいな回があるの、はい、うん、それを近代麻雀ってところで連載してたんだけど、1年ぐらい鷲津が地獄の鬼と戦ってる回だったの。地獄と鬼の、地獄の鬼と戦うのは何で戦うんですか。なんかね、針みたいなのでなんかつついたりして戦うんだけど、これがまた近代麻雀って麻雀の漫画だけ連載してるのに、うん、1個だけ地獄の鬼と戦ってる漫画が連載してるの。本当だ。一切麻雀打ってないのこの時期。確かに、うん、おじちゃんが鬼と戦ってる。そう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 、うん、これはちょっとね、赤木も出てこないし、はいはいはい、食ってたの、食ってますね、うん、鷲津麻雀の方式にもうびっくりしましたもん私も。読んだ時こう怖って思って、そう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 、どんどん血が抜かれていく感じ、うん、いやでも長澤くんのエピソードとかよく覚えてましたね。いやもうね、鮮明に丸子ちゃんも散々に読んでますよね。それでは今井花澤のこの漫画が熱い、またお会いしましょう。バイバイ。見逃し配信は TVer、アベマで。チャンネル登録もお願いします。